まず、新型コロナウイルスの感染状況です。県は今日新たに574人の感染と2件のクラスターを確認したと発表しました。県によりますと、新たに感染が分かったのは、乳児を含む男女574人で1日の感染者として、昨日より660人少なく600人を下回るのは今月中9日以来6日ぶりです。 保健所管内別では、和歌山市二百三十四人、岩手五十九人、田辺五十八人、海南五十三人、橋本四十六人、新宮四十五人、五房三十六人、湯浅三十三人、県外十人です。また県は新たに二県のクラスターを認定。和歌山市の観光庁で職員七人。 岩手保健所管内の中学校で生徒11人、職員1人の感染が確認されています。現在、入院中は348人、県基準の病床使用率は65.8%、宿泊療養・自宅療養は5,369人で、県内の累計の感染者は亡くなった122人を含めて、 5万8569人です。